今日のご質問です。もう一言ですね。自己肯定感は努力したら高めることができるのでしょうかというですね。なんか,なか深い質問が参りました。自己肯定感、最近ようやく随分聞かれるようになってきた単語ですよね。自己肯定感が高いと、やっぱ人生がうまくいきやすいとか、逆に自己肯定が低いと、 うまく生きにくい、幸せになりにくい、みたいなね。そんな要素がありまして。で、私自身もまあ、カウンセラーであり、コーチでありますので、年間、たくさんの方が夫婦問題ですとか、あるいはうつとかの問題で、えー、私のところに相談にいらっしゃいます。で、そういった方の多くの方が、自己肯定感がやはり高くない。 一時的にせよ。例えば自己肯定感すごく高いけど、鬱つになっちゃったって人はいないわけですね。一時的にせよ、自分を責めてしまったり、自分を否定してしまったり、自分には価値がないんだというところから、打つになってしまったり、ということもあるわけなんですけども。じゃあこの方の質問、自己肯定感とは、努力したら高めることができるんだろうかということですよね。まずちょっとライトなところに行きます。努力したら高めることも、 できます。それにはいくつかポイントがありまして、やはり自分には価値があると思えるかどうかという、えー、自分自身でそれを認めることができるかという環境を習慣として用意することが重要になってくると思います。例えば、有効だと言われていて、私自身も実際にクライアントさんに実施することによって、実施してもらうことによって、うまくいったというパターンが、セルフトーク。 ですね。日本語ではつぶやきと言われますけれども、やはり言葉というのは私たちにものすごく大きな影響があったりしますので、どんなに嫌なことがあっても、どんなに職場の中で心がもやもやして、また自己肯定感がヒュッと下がりそうになってしまったとしても、私にはできる、私には価値がある、私は素晴らしい存在なんだということを、声にも 出すか出さないかぐらいでも構わないんで。しかもまあ、今なんか多くの方がマスクしてますんで、マスクの中でもいいんで、私はできる。絶対できる。私に赤価値があるんだということを繰り返し繰り返し呟いていただく。やっぱり私たちの脳とか心というものは、自分の発した言葉にすごく影響を受けるので、それでもって少しずつ自己肯定感を高めていく。あるいは保っていく。ということはできたりします。あとはあの、表情の部分ですよね。やっぱりこう、 暗い表情でいると、どうしてもその動き、その行動の方に感情が引っ張られるというところもあるので、少し,し口角も上げ目にしておいたりとか、どんなに自分に今は価値を認めていなかったとしても、少し口角の端を上げる、えー、笑顔をできるだけ作ってみる、目を輝かせておくとか、こういった、まあ、いわゆる瞬発的な対応というのもできるとは。 思いますそうやってね、えー、自分をとにかくエネルギーを下げないように、えー、保っていくことによって自己肯定感を少しずつ高めていくってことはできますよね。で、今度ディープな方のお答えをしますとですね、本当に本当に自己肯定感が下がってる人が、じゃあ自分で努力して高めることができるかというと、できるんですけどなかなか難しい。 っていうのがこれ答えになると思います。私みたいなこの楽観的な前向きな人間でもそう思うところすごくあるわけですね。例えば年間にも何百人という方のカウンセリングも実施しますけれども、ちょっと一時的に自信を失ってしまったっていうレベルの自己肯定感が低いとか、まあ子供の頃からあんまり褒めてもらったことがない。 とか、あんまり周りに認めてもらえるような環境じゃなかった、比較されて育ちましたぐらいの、えー、自己肯定感の低さであれば、十分に自分の努力でもって私には価値があるんだという経験を積んでいく、自信をつけていくことによって高めることはできるんですけれども、例えば、親から壮絶な虐待を受けていたとか、親がもう重犯罪者であるとかですね、あるいは極度に自分を否定 してしまうような体験をされている方の自己肯定感というのはもうものすごく低いわけですよね。もう壊れてるという。 でもいいぐらいのレベルで、えー、自己肯定感がもうかけらも見当たらないみたいな方も少なからず出会います。じゃあその方たちがね、例えば自分にはできる、絶対できるってセルフトーク繰り返しやったりとか、毎日毎日笑顔のトレーニングしていくことによって高められるかというと、なかなか難しいところもあります。ちょっと高まってもそういった方というのはまた職場の中で自分を否定されるような経験があったりすると、それはそれで 本当にすぐに自己肯定感が下がってしまうんですとかね。あるいはせっかく自分で努力どんだけしてても、家族とか影響力のある人があなたを否定してきたときに、また自己肯定感がスッと下がってしまう。もう完全にもうマイナスぐらいになってしまうみたいな、そんなこともあり得るわけなんで、そういった方はじゃどうしたらいいかというと、もし家族の中にあなたを否定する人がいるんだとしたら、もう、 えー、一緒に暮らさない方がいいですね。親、例えば親だとしたら親から離れて暮らすとかが必要になってくるし、これ離婚しるって意味じゃないんですけど、自己肯定感ということだけを考えるのであれば、あなたの自己肯定感がもともとものすごく低くて、それを配偶者の方がいつもいつも下げてくるような環境であれば、 自己肯定感を本当に高めたいんであれば、別居、離婚ということも選択肢には入ってくると思います。そして職場も同様ですよね。どんなに働きがいがあったとしても、職場に充実感があったとしても、自己肯定感を本当に高めたいんであれば、もしすごいブラック上司、あなたを全否定してくれるような上司がいるんであれば、 やっぱりちょっと転職とかも考えた方がいいのかな。つまり環境を変えるということを積極的に行わない限り、ものすごく低い自己肯定感とかもう本当に崩壊しちゃってるみたいな方とかは難しいのかなと思うところもあります。で、付き合う人を変える。 ことですよね。あなたを本当に否定、えー、では否定ではなく、肯定してくれて、受け止めてくれて、承認してくれるような人がいるようなコミュニティだったりとか、えー、たった一人でねそういう仲間作りをしたりですとか、えー、私自身もね、そういうコミュニティを作りたくて、オンラインサロンとかね、いろんなこう学びの場を用意しているところもあるんですけれども、とにかく一切の否定がなく、あなたを全部受け止めてくれるような、そんな仲間ばっかりといつも接していると、 ちょっとずつ高めていくこともできます。やっぱり、ね、自己肯定感とは他者に肯定してもらうことによって上げることができるっていう部分も多分にしてあるわけですよね。なので、そういった関係に積極的に身を置くことであったりもお勧めしてますし、あとはまあ私で言うと、えー、自己肯定感、本当に低くて自分に自信がないからこそ、ラブタスクといって自分自身の家族や親とか、 自分の一番苦手な相手、自分自身の自己肯定感をもう貶めた、その憎き相手に対して、ガチンコで真正面から向かい合っていくっていう、まあそういうね、ちょっとあの食療法的なカウンセリングをやることありますけども、これはなかなかセルフでは難しいと思いますし、ちょっと私もガイドをしながらね、一緒にこうやっていく感じになるんですけども、まあ、お父さんに向かい合ってみる、お母さんに向かい合ってみるっていうことでもって、あ あんなになんかムカついてたのに、お父さんに向かい合ってみたら自分に自信湧いてきたな、みたいなあ。お父さんも私のこと別に憎かったわけじゃないんだ。お母さんも私のこと否定したかったわけじゃないんだという気づきが起こって、本当にこう壁が取り払われたかのように、自己肯定感が高まっていくって方も、もちろんたくさんいらっしゃいましたけども、これなんかなかセルフでは難しいことだと思うで、えー、本当にこうちょっと深い部分での、 自己肯定感を高めていきたいのであれば、環境を積極的に変える、付き合う人を変える、周りに配置する人を考えるということですね。配置って言うとなんかすごくこう、うん、強烈な言葉になっちゃいますけれども、まさに自分が誰と付き合うのかを自分で決めていく。そして自分自身の自己肯定感を下げかねない相手、下げてくる相手とは積極的に距離を取ってみる。 ってことも大事になると思います。それでもなかなか逃げられないんですよっていう方ではね、えー、もういらっしゃると思うんですけど、そういう方はまた少しずつセルフトークとかも使いながら高めていくっていう方法をお勧めしてますけども、まあ、少しずつでも高められるものでは確実にありますので。うん、で、自己肯定感やっぱり高い方が、人生は楽しくなるし、人とも付き合いやすくなるし、えー、収入も上がりやすいだろうし、 人も物もご縁もきっと集まってきやすくなると思うの、ね、で。なので自己肯定感。本当に高い人は周りの低い人をもっともっと高くしてほしいなと思うし、今低い人をね、高い人に頼ってでも高くしていけるような、そんなこう関係づくり、仲間づくりをこれからも私もお手伝いしていきたいなと思っております。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガ、ヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれではいってらっしゃい